ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ホラーと4ダウンロードコンテンツ第2弾ウエストランドワークショップゆきゆき実況動画続きを開始したいと思います。前回の動画では第1話とあまり増えていないのですが、このように広く新しい追加されたコンクリートの建物を建てました。で、新しく追加された装飾品の方も置いていってるところです。あ、こちらもこれダイヤモンドシティ近くのハングマンズアリー、あ、マリーかなっていう入植地にもありました。ファイヤーバレルです。これも好きなところに置けるようになりました。あ、そう、入り口、あ、ここじゃなかったんです。間違えました。こちらが入り口です。階段を置いたのでちょっとこちらはフェイクになってしまいましたが、ここに置きたいと思います。じゃあファイヤーバレルを置きます。こちらもオイルを使うそうです。なぜか四隅に置いてみます。これでこのバレルがあるおかげでサンクチュアリの人々も冬を越せそうです。他に追加されたのは、あ、ミニッツメンのラジオありますね。これはミニッツメンのクエストをやると追加されるのかな。あ、これすごいです。壁の食材があります。あ、すごい、なんか素敵な、なんかクラシックな作りですね。こちらも電気いらずで明かりをつけることができます。最後にここにつけて、これで夜も安心して、はい、建築作業ができるようになります。すごいほんわりした明かりが味を出していますね。あと、サンクチュアリには街灯がいっぱいあったのですが、全部爆弾を投下されて壊れてしまったです。それがこの、ちょっと小さいですね、サンクチュアリにあるのと。街がもっと明るく、これで明るくなります。よかったです。あと追加されてるのは、あ、これなんだろう。壁の装飾、レタリングっていうのが初めて見ました。アーマーって書いてある。モッド。モジュールですね。保管室。爆弾。お洋服、
あれ、斜めになってる。材料、武器、略奪品。あっと、これはまたカオスな。薬品、こちらは、え、近接部品、銃、食料。あ、小さい数字。あ、本当に小さいですね。これか見つけられるかな。1,2,3,4,5,6。あ、ここから小さいローマ字が出てきました。 ABCDE。 あ、全部あるかな。本当に小さいです。ん、小さい文字だけかな。好きな、はい、これで好きな文字を入れることができます。他にはバスケットボールは、これは見たことがありますね。あ、これは今まで前からあります。他には何か、看板はどうだろう、増えてるかな。あ、これ見たことないや。ことのない看板が出てきたです。看板も増えてるのかな。あ、ちゃんとした壁がないから貼れない。じゃあごめんなさい。お隣の家にペタッと。あ、すごい。あ、ポスターじゃなくて、絵画とかじゃなくて看板なんだ。あ、美味しそうです。あ、本当に看板だ。あ、フィールドの至るところにある看板が、ハウジングでも、ワークショップでも貼ることができるようになったです。あれ、これは、ダウンロードコンテンツじゃなくても追加されたのかな？まだ見てなかったです。これなんだろう。あ、お薬かな。あ、え、タバコ。あ、お薬ですね。ドラッグって書いてあるです。薬屋さんの看板で、こちらは絵画。絵画はこれはダウンロードコンテンツ前に、こちら、あ、これです。抽象画、これアップデート、多分3月30日に来たアップデートで追加されたものなんじゃないかなと思っています。なので、先ほど貼った看板もダウンロードコンテンツじゃなくて前からあった看板かもしれないです。これは、あとクリーチャーの剥製もなんか追加されてたみたいですね。わあ、これ、あ、巨大トンボの剥製だ。わ、フェラルベールの頭部とかある。黒い。わあ、不気味です。あ、気持ち悪い。ブラッドバグ。ブラッドバグの剥製とかある。ワイヤーラークの爪は前からあったね。見たことあります。え、ワイヤーラークキングとかある。うわぁ、これは、あ、お、あ、え、
マイアラーククイーンの爪の剥製、大きい。わあ、すごい迫力です。マイアラークハンターの頭部とかある。ちょっと壁を透明じゃなくしたいですね。こちらをじゃあ一旦解体して、こちらに貼り直します。コンクリートもうないんじゃ。あ、なくなった。あ、隙間ができちゃったです。じゃあごめんなさい、ここは金属になります。このように、はい、コンクリートがついに底をついてしまったです。また素材集めが素材集めの旅に出なくてはならなくなりました。ダウンロードコンテンツ第2弾、ウエストランドワークショップの、はい、注意点でございます。コンクリートが枯渇する。そうすると、じゃあ、ではこれで壁の建築は最後になります。解体するとき材料が、建てたときの材料じゃなくて半分以下の材料、解体すると減ってしまうんですよね。ちょっと苦しいです。では引き続き、はい、壁の装飾、クリーチャーの頭見ていきたいと思います。あ、モングレルの頭部とかあります。モールラットの頭部、これはあれ、ま、うわ、これはこれは大迫力です。ヨークアイの頭部です。あわわわ、あすっかっと目を見開いています。怖い、すごく怖いです。わあ、ラットスコルピオンの剥製。あ、これ巨大サソリの不気味です。ラットスタック、あ、これは前からありますね。うわ、ラットローチ、黒い。え、猫の頭部。あ、ごめんなさい、こちらはあの、 なぜ作れるようになっていますかというと、インスティチュートのあの SR あれ、はい、ミュータントの研究所があって、そこへの道のりの道中に猫の、あ、ごめんなさい、はい、残酷になっちゃいますが、猫の肉なるものが落ちていました。それを拾って持って帰っちゃったようです。とんでもないです。はい、インスティチュート、今、はい、確認、まだ確認できたところはインスティチュートです。インスティチュートにある、通路を通っていけば、はい、道中に落ちています。あの、肉だけじゃなく、はい、猫ちゃんの亡骸もいくつかありました。